12月19日、FIM ・国際モーターサイクリズム連盟、ARTA ・国際ロードレーシングチーム連盟、MUSMA ・モーターサイクルスポーツ製造者協会、ドルナスポーツの代表者で構成されるグランプリコミッションが、2024年における競技規則及び技術規則に関する協議、そして決定を下した事案を発表した。写真、マルク・マルケス。 レプソル製再生可能燃料のテストでホンダ RC213VS をライド燃料及びオイルの技術規制ロードレース世界選手権の3クラスでは2024年に非化石由来の燃料を最低でも40%を使用することが義務付けられており2027年からは100%非化石由来の燃料になるそれにおいて 2024年の詳細な燃料仕様とテストパラメータは、燃料サプライヤーからの意見も含めフィム、FIM、ARTA、m u m a ドルナスポーツ、公式試験研究所によって合意された。詳細な仕様とテストパラメータは規則に含まれることになる。元3、元2の年齢制限、近年施行された最低年齢の引き上げにより、年齢制限が引き上げられる前に、 グランプリのキャリアをスタートさせた一部のヤングライダーの予想されたキャリアが妨げられ予想通りにグランプリのクラスに昇格できないライダーが存在するそのため f i m ニア g t 世界選手権とレッドブルルーキーズカップの両大会でランキング3位以上を獲得したライダーが総合3位以上が確定した時点から元3に出場できるように既存の例外が拡大されることになる 最低年齢の18歳に達していなくても出場が可能となるが、17歳以上という絶対的な最低年齢が適用される。元2では、フィムヨーロッパ元通選手権の勝者が最低年齢18歳に達していない場合でも、2024年に元2に出場する免除が適用されるが、絶対的な最低年齢は17歳だ。2022年は、 前のシーズンに十6歳または17歳で元3または元2に参戦したライダーにも例外が認められ、翌シーズンに参戦を続けることが可能だったが、2023年にこれらのクラスでレースに出走したライダーにも適用され、2024年も参戦を続けることが可能となる。黒丸2023年から各カテゴリーで適用されている最低年齢制限。元 GP、18歳。 2022年以前から18歳。元2時18分歳。2022年は16歳。元3時18分歳。2022年は16歳。